カツオにこの大きなフォークのようなものの上に乗せます。そういたしまして、これからどんどん藁を入れてまいりまして、こちらの藁も、高知で採れました無農薬の藁でございます。お願いします。点火お願いします。これから火がつきます。もう一瞬にしてボンと火が高く上がってまいります。どうぞシャッターチャンスをお逃しになりませんように。天井近くまで上がってまいります。うわ、これからどんどん藁を入れてまいります。ただ入れればいいというものでもございません。この量というのはやはり職人技の技量が問われるところでもございます。ご家庭の IH やガスではこれだけの火力を出すことはできません。わざわざ一瞬にして高火力が今始まったところですので、どうぞご覧ください。高火力は出すことができますので、このように外側はパリッと香ばしく、中側は生の状態のまま焼くことができます。また藁を入れてまいります。どうしてこのような食べ物が高知で広まっていったかと申しますと、諸説ございますが、当時の高知のお殿様、土佐藩主のお殿様が、当時は冷蔵庫もない、非常に生のお魚を食べることがある種危険な時代でもございました。生のお魚を食べてはいけないという食中毒を防ぐ意味でお触れ書きを出したため、どうしても食べたかった領民たちが、いえ、これは生ではございません、焼き魚でございますということで、広まっていったと言われております。昭和の前の方は、はい、あちらの奥の方へどうぞ。はい、また藁を入れてまいります。カツオの皮はなかなか厚くてしっかりしているものですから、はい、外側はしっかりしています。しかし中は生の状態でございます。結構、はい、かなり大きな火が出てまいりますね。はい、また今夜の皆様のご夕食にも同じ製法で出させていただきます。召し上がり方は昔ならではの薬味と、タレを使って召し上がポン酢で召し上がっていただく、土佐作りと申します。召し上がり方と、はい、昭和の帰る方どうぞ奥のお部屋にどうぞ。また最近では、天日塩などをかけて塩たたきというものも流行ってまいり流行しておりまして、本日は高知で採れました天日塩を上からおかけいたしまして、皆様にご試食いただきます。藁の香りもほんのりとまだ感じてたお感じいただくことができるかと思います。また外側はほんのり温かく、中側は生の状態のままでございます。まもなくお持ちいたします。どうぞタレとお塩とではまたお味違いますので、ご夕食の際、お比べになられてもお比べになられますことをお勧めいたします。ただいま天日塩を上からおかけいたしております。ちょっと開けてくれますかね。今こちらにお持ちしますね。はい、お願いします。差し木店というところがございます。ではどうぞ皆様お一つ一切れずつお召し上がりくださいませ。召し上がられました方どうぞ奥の方後ろの方のためにお席をお開けになってあげてくださいませ。